新風車本社と書店、熱風書房新風車の本社があった川上ビル。ビル1階には書店、熱風書房が入居していた株式会社新風車はかつて東京都港区に本社を置き、自費出版、共同出版を中心に行っていた日本の出版社。2008年1月に経営破綻した。1996年から出版作品賞として 新風車出版社を開催していたが、同社の経営破綻により終了した。創業者の松崎義幸が東京都国分寺市にて15歳で創業した。2006年時点では、社員数360名で、自費出版系を含めた年間出版点数では2788点と日本最大であった。なお、 自費出版系を除くと、2006年の新風社の年間出版点数は2005年が1673点、2006年が385点であり、2005年は、講段社が、2006年は、講段社をはじめとする多くの出版社がこれを上回る点数の書籍を出版している。しかし、2007年後半から経営が悪化した。2008年1月7日、 東京地方裁判所に民事再生を申請。信用調査会社である帝国データバンクによれば、負債額は約20億円、関連会社である新風ホールディングスを含めると約25億円であった。しかし再建支援を表明していた企業が、新風社の経営サイドとの姿勢の食い違いから支援を断念し、同年1月18日、東京地裁は、 民事再生手続きを廃止することを決定し、破産手続きに移行した。破産手続きの結果、一般債権者への配当が不可能であることが確定したため、2010年2月10日に破産廃止となった。新風社の倒産に伴い期間本は絶版となり、各書籍の著作権はそれぞれの作者に戻された。ただし作者が希望した場合に限り、 同業の文芸者と再契約する方法が示されたが、作者側の費用負担が別途発生する方法であった。新風社から文芸者に期間本の著作権が自動移転したのではなく、あくまで作者が希望した場合に限って、任意で文芸者と作者個々人が契約し直す選択肢も残されたということである。 絶版した各書籍の著作権の扱いは、それぞれの作者自身の自由維持に委ねられたため、作者は文芸者からの再出版を拒否することも可能である。共同出版が盛んになったことで、飛躍的に出版点数が伸び、2005年には出版点数で業界一位となるなど、多数の書籍を発行するようになっていたが、同時に著者とのトラブルも増加した。 2007年7月4日、元大学教授ら3人が全国約800の書店で販売すると勧誘されて、新風社と出版契約を結んだが、実際は一部の書店でしか販売されなかったとして、約736万円の損害賠償を請求する民事訴訟を東京地方裁判所に提起した。ありがとうございます。